22年の早稲田文学部はどうだったのか、はい、そして23年はご期待ください。すごくちょうどいい年だったなと成績開示データを見て検証していきたいと思います。すごくいいデータです。あと 0.05 点。そうで始まりました、こちらチャンネル。さあ、今回は全国の受験生の皆さん、こんにちは。もう一回、はい、はい、おはようございます。もちチャンネルです。はい。平田瀬也、皆さんこんにちは。早稲田学塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい。森鉄ちゃん。はいはい。僕が森鉄チャンネルでヒットを生み出している企画っていうのはいくつかあるんですけど、はい、そのうちの1個でもある。あ、束ね垂れる。違う。あれ一番ヒットしなかったやつなんですよ。はい、おめえも知っとんだよ。やらなければよかったみたいな。そうそう。早稲田文学部シリーズですよ。はいはいはい。文学部やっぱり無理みたいなさ、こと俺は言ってたと思うんですけどね。で、まあすごい反響いただきまして、まあ一昨年去年と見ていただいたんですけど、今年バージョン。2022年の早稲田文学部はどうだったのか、そして23年は、そういう話をしていきます。20年、21年と、もうこんなマイナス20とかマイナス25とか、もうノーウェイ、ね、言ってたんだけど、2022年ご期待ください。過去のことなのにね。はい、まずですね、2022年の発表するにあたって、ここまで22年に至るまでの文学部の平均点データを見ていきましょう。左から順に20年、21年、22年、一番右が最新のデータになってるんですけれども、まあ枠外の数値は日本史選択の場合と世界史選択の場合でそれぞれの平均の合計点となってます。で、こうやって見ていくと、実はね、まあ英語に関しては2022年が 39.206 で、20年が 43.440 っていう風に、だいたいこの辺なんだろうなと。文学部の英語の平均点っていうのは41、2、3点からまあその40点弱ぐらいのあたりなんだろうな。で、国語が一番クレイジーになりやすくって、2020年の時も僕は 48.148 がちょっと高いなって言ってて、去年も 56.727、 もうクレイジーって言ってるんですよね。で、今回また国語の平均点がまあまあなところに戻ってきました。 44.096、 2022年で、日本史や世界史も31点いくらっていう風に、ここ3年間で比べても実は英国社会科の平均点がすごくちょうどいい年だったなっていうのが僕の文学部の感想なんですよね。ってなってくると、当然標準化も程よくなってくるので、まあ皆さんこのね、平均点の合計値を見てくれたら、どれだけ平均点が下がってきたかっていうのがわかると思うんですけど、去年、一昨年とちょっと高かったんですよね、やっぱりね。特に去年なんかはもうクレイジーに高かった。でも2020年はちょうどよくって、で、こっから算定すると、標準化の影響というのが、まあ約10点とか11、2点とかなんですよね。これくらいの程度なら許容範囲なんで、要するに2022年は7割取れば合格するっていう、僕が早稲田でよく7割神話って言ってる話、あれがちゃんと通用する1年だったなっていうのが2022年の感想で、こっから見える、まあ、早稲田大学文学部文化構想学部をね、作成している、まあ、文学学術院ね、入試の作文委員会の皆さんのやっぱり考え方としては、あ、このぐらいなんだなっていうものが改めてまたつかめてきたのが2022年だったんじゃないかなと思うので、まあ、23年この調子が続いてくれれば、まあ、受験生の皆さんにとっても結構戦いやすい年が23年にもなるかもなっていう感じなんですよ。去年なんかは素点で8割オーバーとか取らないともう合格できなかったんですみたいなことを言ってるんですけど、で、まあ、ここ3年間の合格最低点の推移を見てください。ドン。これ、あんまり数値変わってないですよね。で、まあ、これが、早稲田の3科目で、トータルで成績標準化する学部の特徴なんですよね。他にも、早稲田商学部とか、あと、まあ、もちろんね、相棒の文化構想学部なんかもそうなんですけど、合格最低点があんまり乱高下しないんですよね。これなんでかっていうと、標準化を3科目全体でやることによって、まあ、受験生の得点調整を、要は、これぐらいの点数が偏差値50になるといいな。その中で合格者のラインを偏差値65ぐらいにしたいな、じゃあそのために必要な点数の下げ幅っていうのはこれぐらいだなっていう風に計算がなされるので、結構合格最低点をいじるんじゃなくって、合格者の素点、受験者の素点をいじることで受験生の最終的な得点っていうのを上下させてるんで、一方で早稲田の社会科学部みたいに選択科目しか標準化を行わない学部なんかだと、年によって結構まあ受験生側じゃなくて点数の側を上下させて、まあこう合格者のラインをコントロールするっていう手を、ね、使ってますね。まあだから合格最低点だけ見てても実は文学部に受かったのか落ちたのかってわからないんですよね。素点の方がめちゃめちゃ動くから、合格最低点はあんまり変わってないよという感じですね。ただ素点がめちゃめちゃ変わってると、はい、ということは21年はめちゃくちゃ下げられたってことですね。そうです。もうだから160オーバーとか必要だったんですよ、実際の点数で。
じゃあ2023年も多分このくらいを目指されるであろうというこの22年が実際どうだったのか、いつものごとく成績開示データを見て検証していきたいと思います、はい、まずこちらすごくいいデータです。これうちのね生徒らの成績開示データをねこうやって毎年してるんですけども、うん、英語、国語、世界史の方、英語が75分の59、これむちゃくちゃ取れてます、めちゃめちゃ取れてます、うん、国語も75分の45、まあ、平均点が 44.096 なんで本当はもうちょい欲しいんですよね、ここね、うん、もうちょい欲しい。で世界史50分の39、平均点が 31.5 の中で50分の39、素晴らしい出来です、うん、この方トータルの合計がまあ国語がちょっと伸びきらなかったことによって200分の143になってるんですね、うん、3科目型の調整の場合ちょっと不思議な現象が起きてて、これ和世省なんかでもよく見受けられるんですけど、見てください英語ちょっと上がるんですよね、うん気持ち上がるんですよ。そうそうそう。で、他2個が下がったりするんですよね。で、まあこれ、国語と世界史の点数がぐっと下がって、トータルでマイナス 11.15 点下がります。小数点第3はちょっとごめんなさい、切り上げました。枠の問題で。合格最低点が 131.9 点の中で、この方、131.85 点。うわぁ、めっちゃ。あと 0.05 点。うわそう、たださ、森田先生がね、ワールドカップのツイートで 0.1 ミリでもインしてれば、まさにこの現象ですよ。 0.05 点ってもうね、神のいたずらですよ、レベルで言うとね。いやで、実際の入試ではこういうことが起きるんだっていうことです。これやっぱりね、見せるね、いい例だったかなと。まあ今回ね、着目すべきは標準化の下げ幅がマイナス 11.15 点だったと。去年とかはマイナス25点とか、なんならマイナス30点ぐらいまで下げられたりとかってもあったんですけど、なんでそういうことが起こらないかっていうと、これ最初の図表見てください。去年は平均点の合計が130点いくつとかなんですよね。だけど今年は114点いくつじゃないですか。という風に全体の平均点の合計値が低いんですよね、去年と比べると。そのことで標準化の影響が優しくて済んだなっていうことになるんですよね。標準化の影響が大きく働くとどういうことになるかっていうと、ものすごく高得点勝負になります。ものすごい高得点勝負になると何が起きるかっていうと、結構最後の最後、運ゲー要素が高まってくるんですよね、まあ、サッカーでいうところの PK 戦みたいな。なんでかっていうと、入試問題はできれば満点取りたいのはもちろんなんだけど、得点の、まあ、上幅っていうのは限界があるんですよ。もう実際のところできんでしょみたいな問題でいくつかあるんで。レコーダン、そう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 、レコーダーが何か分かんないけど、限界、ね、限界、あ、限界、そうそうそっちで言ったのね、はい、だけど問題の難易度が適切だと、ある程度ミスなんかもしたりしながら、それでもね、やっぱり実力あるやつだったらこの問題は取ってくるよね、実力ないやつだったらこれはできないよねみたいな問題が割とはっきりしてくるんで、だから平均点ってね、本当にね、程よいくらいのポジションが一番いいんですよ。これもう長年入試問題見てて本当にそうなんですよね。だからまあ力がある人がその力のままに合格していくためには、程よい平均点のポジショニングが大事だってことなんですよね。で、それが2022年はすごく良かったし、2023年もこれでコツをつかんでこのくらいっていうのがやっと元に戻ってきた可能性がありますね。なので23年文学部受験される方は、結構僕の過去の動画でいろんなものが出てて、それ見た方なんかは恐怖されてるかもしれないんですけど、実際今日ね、この前生配信だったんだけど、そういう質問もありました。だけど23年は恐れなくていいです。まだどうなるかやっぱり実際見てのお楽しみではあるんですけど、まあ、結構コツつかんだ可能性が高いですよ、入試の作文者たちがね。見てみましょう、恐れ見ようですね。うん、そうです。はい、で続きまして、日本史選択者の方見ていきましょう。こちらなんですけれども、まあ、英語の得点が58、国語が39ということで平均点以下取っちゃったんですよね、うん、で日本史が36、英語と日本史の出来は素晴らしいです。なかなかいいですよ、この方200分の133点が合計点と、うん、素点であればね、合格最低点上回ってるんですけどね、こっから標準化の影響でマイナス 12.53 されて、最終得点が120.48 になってきます。合格最低点が 131.9 なので惜しくもね、敗れてしまったと。まあこの方なんですけど、ちょっと見てほしいのが標準化の影響を見てください。上の方はマイナス 11.15 なんだけど、下の方はマイナス 12.53 されてるんですよね。2人目の方の方が大きくね、得点をね、削られてると。で日本史と世界史が違うから、若干日本史の方が平均点が低いから、本来であれば世界史の方よりも日本史の方の方が標準化の影響って緩くあるべきなんですよ。日本史の方が平均点が低いから。なのに世界史選択の初めの方よりも日本史選択の2人目の方の方が合格最低点で引かれてる得点が多いことに気づきますか。これなぜか、
これは僕がもう再三ね言ってることなんですけれども、見てください、国語1人目の方は国語の平均点下回ってないですよね。まあギリギリ上なんですよ。 44.0967 の中で45点を取ってる。2人目の方は 44.096 の平均点の中で39点を取ってしまった。このことによって下げ幅がぐっとね力が入っちゃうんですよね。だから早稲田系の動画で僕がいつも言ってるのが、まず平均点以下を取らない、ネガティブな影響を大きく受けやすいから。もしこの方がまあ国語もねそれこそ45、6点ぐらい取ってたらば、まあおそらく標準化の影響はマイナス10点ぐらいで収まってたと思います。マイナス 11.15 よりも絶対に緩くなるんで、平均点以下を取らないっていうこと、これをまずね念頭に入れて、その上での今回のね、まあ、データ分析の事柄を参考にしていただけたらと思います。これは他教科も影響するってこと？国語が平均点取れないと日本史も下がっちゃうよ。あ、そう、もう全体の数値で調整がされてるので、うんうん、そう、他教科も影響を受けます ね、 ね、うん、だからもう3科目ともに標準化の影響を受けるので、必ず3科目ともに平均点以上を取る。なるほど。別に無茶なこと言ってないと思うんですよ、うん、ね、早稲田行きたいんだから平均点以上は取ろうねっていう話なので、うんうんうん、決して無茶な話ではないから。でもね、昔の早稲田だとね1個ぐらいね負け戦があっても他の2個で挽回できたんだけど、今の早稲田の入試ってやっぱり厳しいので、そうですね、3個ともしっかり勝っていかないといけないです。で、上の人は3つとも勝ってるのにダメでしたからね。まあ2勝1分けですね、平均点よりプラス1点ぐらいなので、うん、まあやっぱりもうちょい欲しいですよねこの数字はね。全体を通してこう標準化があるそういうことです、ね、7割神話ってことでね。だから144点あったらこの方は受かったんだけど、うん、あの7割神話の判定の範疇かなと思いますね。で、まあ日本史世界史の、まあ、得点調整みたいなのがあり、さらに全体での調整があるって、ね、そういうことです。そりゃ厄介は厄介です、ね、厄介です。皆さんに念頭に置いておいていただきたいのは、7割神話は結構ね来年もそっちの方向性で入試問題の難易度を作りたがってるはずなので、生きてると思うから7割以上取ること、そして平均点以下を取らないこと、この2つを守ってれば、まあ結構高い可能性で合格できますよっていうことですね。で、まああとは文学部受けるんだったら文化放送学も受けてくださいよってこと。で、あとね、4技能試験が気になると思います。4技能試験に関しては僕が早稲号の方でね動画を撮ってます。で、結論から申し上げますと、やっぱり不利でした。はい、はい、なので見に来てください。以上になります、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。